はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回も、ランクマッチですかね。ランクマッチ、今回ちょっと1戦目はランクマッチじゃなくて、普通にオンライン対戦やっていきたいと思うんですけど、今回ちょっとだけコンボを練習っていうよりなんか、仕方をちょっと動画で見てきました。だからそれをうまく達成できればいいんだけどね。これ恥ずかしいな、なんか対戦数と勝利数出てくるの。しばらく勝てんよ、これ。本当に難しいんだよね。ちなみになんですけど、今後、かなりランクマッチとか、あと、プレイヤーマッチで今僕対戦を今練習する予定なんですよ。なので、今後、まあ、これは完全宣伝なんですけど、サブチャンネル僕あるんですよね。概要欄に貼っておきます。サブチャンネルの方で、要はオクラ、基本的にもう何十試合とオクラにする予定なんですよ。その、練習するんで。喋りながら一応練習はするんですけど、だからそういう動画を、まあ、オクラをもうがっつり、なんか40分ぐらいの動画でサブチャンネルに結構定期的に投稿していこうかなと思うので、よかったらサブチャンネルの方でね見ていただけたら嬉しいです。見なくても大丈夫です。はい。気分で出すので、もう多分サムネも適当な感じでいきますけど。ということで、じゃあプレイヤーマッチやってみようか。いや、これそろそろ勝ちたいよ。どうなんかな、地域。あ、やばい、地域バレる。やべえ、日本、いやー、バレちゃったなー。まあ、いっか、性別以外は非公開にしてないから、公開してるからいっか。性別だけはね、ちょっと非公開なんですけど。よろしくお願いします。いやー、勝てんねー、マジで。よし、行くぞ。成仏してください。一緒だったね、今、名言。やるぞ。おい、伊之助だ。煉獄、まあ、そうだよな。みんな煉獄さん使うんだよなー。いや、うまく、どう相手が、ダッシュしてきた時に、ガードしてすぐに攻撃を返せるかなんだよ。それが難しくてさ、相手が突進してくるんですよ。それでガードはするじゃん。それをさ、止めれない、その後攻撃に結びつけられないんだよな。あ、いきなり投げはさせてくれた。これはちょっとありがたいね。どうだ？いける、あ、いけるな。待て、これは時壺でガンガン攻めさせていただく。待て、一回逃げる。で、時壺、ああ、うまく避けられるか。大丈夫。で、1234からの時壺からのダメか。じゃあセット。待って、間違えた。ねずこちゃんやっちゃった。ねずこちゃんじゃない、うろくだきさんじゃないときついんだけど。よし、うまく止められる。大丈夫。ああ、攻められるか。とにかく守りたい。無理か。よし、いけ。まずいね。これはちょっと一回。よーし、オッケー、引っ掛けたぜ。待って、これね、ちょっと鱗滝さんに切り替えたい。鱗滝さん間違えてさ、エルナ倒ししちゃうんだよね。それで水車で、ちょっと待てよ、セットしたい。セットする。で、ダッシュからの高校、あー、うまくやられるか。大丈夫、このセットが強いんだよな。で、ねずこちゃん行こう。ねずこちゃん攻めさせて、で、まだか、奥義できないか。で、よし、いける。奥義いける、当たる。これで決めれないか。レベル2だったらなんとか倒せるんじゃないか。いけ、覚悟。まだいけないね、ギリギリか。しかし大丈夫、あとは、おお、いけた。オッケー、あと1回。ここは3本目。すぐ、痛い。なるほど、とりあえずセット、よーし、セットさせて、とりあえず、あー、とりあえず滝つぼ、おっと滝つぼダメ。待て、ガードさせて、でもう一回攻めて、よし、いけ、はまればいける。オッケー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 、いいか。今、あ、ちょっとつ猛進ってこんなあれなんだ、範囲長いんだ、攻撃の範囲。あー、戦いづらい、確かに。これわっ、しかも攻撃力高いな。なるほどね。とりあえず攻めさせる。これはちょっと一回攻めさ、守、
セットして、ね、水車、ここで水車、まだ諦めんぞ。セット、よし、オッケー、緊急回避用にもこれは使えるからね。セットで、これは奥義を決めたい。今ここダメか、しまった、失敗した。いつでも変わってやれるぞ。覚悟しやがれ。危ね。呼吸の精度を上げろ。なるほど。で、水車、このままでいける、まだいける、まだいける。で、乗せてそのままコンボ決める。よし、あと一発。待て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 、冷静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 、一回コンボ、よし、オッケー、決まった。え、勝負終わり。え、おお、負けてる。4本目、やられた。なるほど、大丈夫、ここから、うわー、まあ緊急回避してくるわな。そのまま攻める、プログダクさんに変える。あとはうまい、わいわい、うまいっすね。いやー、ちょっと相撲神の攻撃力がかなり高い気がするな。強いね。どれぐらい食らう。おお、大丈夫、まだまだいける、まだこんぐらいだったら。とりあえずセットして、待って待って、ミスタ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 ミスだね、これ。絶対緊急回避、今だ、オッケー、当たる、これは当たる。え、当たってんの、あー、伊之助じゃなかったのか。これミスったな、これは今かなり最悪なことをしてしまった。よし、ダメか、当たんない。とりあえずネズコちゃん、よろしく。で、当たんない、これまずいな。よし、接触して、よし、で、当たんない。よし、待て待て待て、いけるいける、ダッシュ、いける、よし、このまま攻めれない。一回一回落ち着いて、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 やばい、やばい、危ねえ。セットして、レツコちゃん、よし、水車、よーし、ごめん、最後無言になった、危ねえ、勝った。いやー、なんとかな、初勝利かな。どんな相手にも対応できる。ありがとうございます。行くか。いやー、ランクマッチです。もう深夜の1時半です。いや、ちょっと待って、これ何回か練習したんだけどね、勝ちたいぞ。プレイヤーマッチでは勝てるようになってきた。ランクマッチでは勝てるのか。いや、勝てるのかじゃない、勝つのだ、勝つしかないのだ。そうだ、そう、ウロコダキさんでトラップを張り、マコモちゃんのスキルをうまく使いながら、マコモちゃんの方が正直使いやすい気がするから、マコモちゃんでもいいんだけどね。とりあえず、まずトラップ張る。いや待て、いきなりこれ突っ込んでくる可能性あるな。さあ来いよ、いけるの。待て待て待て、ストップ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 、まあ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 、早い早い早いよ、まだ早いのだ、少し待つのだ。待て、よし、じゃあ、うまく、まずいまずい、強いな。水車、よし、よし、あー、まずい、火の神かぐらで呼吸中ダメだな。うまく、ダメだ、それセットして、なに、普通に技使ってきたな。よし、来た、このまま、しまった、間違えた、これじゃない、これじゃない、やりたかったのこれじゃない。水車からの、いいぞいいぞ、でもラッキー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 、いいぞ、水車からのやりたかったんだけどね。いいぞ、でもなんとかいける、いけなくはないか、まだ今のところ。水車からの滝つぼじゃない、滝つぼがやりたかったのに。いけ、ナイス、マコモちゃん、奥義来る可能性が全然ある。ここだけちょっと気をつけて、今だ、ダメか、水車、危ねえ。よし、ランクマッチ、ランクマッチじゃん、ごめん、無言になっちゃった、ごめん、多分かなり口数少ない。ランクマッチ勝ちたいの、ガチで勝ちたいの。
水車撃ちます。トラップ仕掛けた、トラップ仕掛けてマコモちゃんに一回変わる。私がやるよ。マコモちゃんに行こう。いいのかいこんなことして。よし、いいぞ。ここでいきなり使わせたら強い。ここで強いんだよこのスキルが。なかなかでも、あの、逃げて、で、このままここで間に、あー当たらなかった。おー、よし。それで、攻めてこのまま行って、待てよ、まだ奥義じゃん、まだ奥義、はい、まだ奥義、はい、ここで奥義は早いから、もう一度、よし、ここでやばい、奥義、あー食らっちゃった。奥義1だよね、これまだ2じゃないよね、おそらく。なんだ奥義、いやーでも食らうな。いや、まだいける、まだいける、まだいける。敵に奥義を使わしたと思えば、こっちはまだ使ってない。それは奥義で、ここで奥義、やったしまった。もったいねえことしたいので、しっかりしないか。頑張ってください。ここで水の呼吸して、呼吸がない、水がない、よし、ナイスナイスナイス、いいぞいいぞ、うまい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 。ここでこのまま攻めたいが、奥義打つか。これ奥義打ちたいね。ウロコダキさんで誘って、あー当たっちゃったか。当たるんだったらあれだけど、当たらないんだったらできる。奥義攻め、こんだけ隙ついてくれるんだったら奥義いける。これは当たる、倒せるか、どうなんだ。いやでもさすがに無理だよね。マコモちゃん火力とかわかんないけど、いやー足りねえ。これはどうする、逃げちゃう。よし、勝負あり。来た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 、よしよし、あと一勝、あと一勝、あと一勝でランク、ランク、ランクに、ランクマッチ勝てる、ランクマッチ勝てるかも。ちょっと待って、出して食らっていただいていいのかい。いやーでも奥義2なんだよな。いやでもこの1試合最悪、奥義を使って勝たせる、あの負けるっていうのも一応なくはないか。ここはわしに任せておけ。いやマコモちゃんが1枚いいのかい、このままで大丈夫かい。え、あれ普通に来たか、普通に来たか、やばいやばい、ちょっと待って、がー結構一気に食らったな。よし、このまま滝壺よ。オッケーオッケー。で、奥義当たれ、くしゃー、きた。ここであとどれぐらいになるかな。いや、あと2発ぐらいの状態に持っていけば、あとはマコモちゃんのスキルでちょっとずつダメージ与えてくっていう。奥義さんか、怖いな奥義さん。いやでも、あ、ありがとうございました。よーし、わかった、ランク制、まだやる、勝ったー、ありがとうございました。あ、いやしかもこれね、日本サーバーなんですよ。日本サーバーで勝てたのはマジで嬉しい。待ってこれさ、次のランクまでさあと12連勝しないといけないの。やばない。いやでもなんとかランク戦で勝つことができ、いや楽しい、めっちゃ楽しい。これで対戦数3で勝利数1ですね。うん、結構プレイヤーマッチで戦ってたから、なんとか頑張っていろいろ戦って練習してランクマッチで、まあでもまだあれだったかな、ちょっとそのその崩しとかガードとかをせず結構戦ってくれる方だったのであれだったけど、まあ、次はちょっとガードとか崩しとかしてくる方に対してなんとか勝てるようになりたいな。はい、ということでちょっと多分動画的にちょっともう終わるかもしれないんですけど、もしかしたらもう一試合あるかもしれないんですけど、今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。このままちょっとね、水の音からもしかしたら裏でやるかもしれないんですけど、その裏でやったやつはサブチャンネルの方で上がっていくと思いますので、よかったらね概要欄の方からサブチャンネルで見てもらえるとありがたいと思います。ということで、じゃあお疲れ様でした、バイバイ。